とここでいろんなトラブルが先多いもんですからね。ユーストリームがダメで、YouTube に行ったら YouTube もダメみたいになってるんでね。ユーストリームに戻りました。はい、どうぞ。イエーイ。はい、どうぞ。いや、看板、看板、看板。なんでもいいからもう言っちゃったもんなっち。杉山さんが言ってください。なんで、俺関係ないじゃん。杉山さんにっていうことなんで。何？俺出演します。だって俺ゲストだと思ったからさ、ずっと緊張してさ、おっせえなおっせえなと1時間前からいんのにさ、入ってこねえのにさ、どうなってんだと思ったら、よく聞いたら、いや僕がゲストですって言うからさ、もうじゃあしょうがねえなみたいな感じでさ、わかんねえ。ですよね、ほらほら、みんなそうやってなってるじゃん。もう世界中の人が期待してるのにさ、なんだ、また杉山かみたいな。おい、帰れみたいになってる可能性があるじゃん。マジでそう、ほら、ほら、嫌そうな顔してるじゃん。露骨に。露骨に。でしょ？だから世の中ってね、本当に怖いんだから、こらえたまでね、仲良かったと思ったら急にね、仲悪くなったりとかさ。そうだからね、こう絶えずこう変化をさせて飽きさせないようにしないとね、もうおばさんたちすぐ飽きちゃうからさ。ひでえなおばさんが、露骨だな言葉が。そうだから。もう飲んでる？飲んでないです。ウイスキーしか飲んでないですけど。そうですからね。あ、ほいじゃ何ですか？ほいじゃ今日何ですか？タイトルコールどうぞ。タイトルコール僕の番組になっちゃっていいんですか？はい、そうですね。題名決めちゃって。ほらほらやっぱ言う。すみません、ゆう決めちゃいないよみたいな感じで。今日は、あ、じゃあ、15分、エコさんの番組で、後半15分、あ、そうそうそう、タイトルコールを始めるとこから、ゼロ回復。そうそうそう。そういう話じゃ、青木さんなかったじゃないですか。あ、そうですか。いいですよ、いいですよ。ここはそういう話とか、ああいう話とかないんだから、もともと。そうですか。すべて、青木 P の無茶ぶりにどう対応できるかっていうのを。アドリブにものすごく弱いんですけど。いいんですよ。あ、これちゃんと考えてきたんですね。あ、考えてきたっていうか、あの告知するものだけをしっかり、すみません、本当に告知だけして帰ろうとしてるのね。勝ち逃げってやつですよね、得意の。いいですね。そうそうですね、わかりました。ほいじゃあ何ですか。ほいじゃあ今日はもうなんと歴史的な実は日なんです。実は歴史、ソーシャルカム万歳。なんと僕のソーシャルカムの、ソーシャルカムフォロワーが18K になったという記念日で。あ、今日見ました。見たでしょ。 18K になったでしょ。イエーイ。ソーシャルカム万歳 18K 記念ということになってます、ね、何だと思いますか。 K は何でしょう。 18K の K は何なんだって。何でしょう、何だと思いますか。あ、近いですね。でもグラムがついてないとちょっとね迷う。あの子ね、ダブっちゃう可能性があるんでね。何ですか18K っていうのは。1万8000人ってことです。あー、K。 そう8000ってことですね、K は。ですから1万8000人フォロワーがいるってことです、僕今。わー、それすごいですね。わー、イエーイ、すげーめでたくめでたいでしょ。すごい。これはもし2万 K になったら、今日遅刻してるんでこいつから2万円もらおうかと思いますね。罰金としてね。あ、おいでみんなで、あ、焼肉コーラ食いっちゃおうかな今日は。せっかくだからその2万円を軍資金に。命拾いした。18K でよかった。そう、2万 K になるのね、楽しみ。それまでちょっと一生懸命働いていただいて、貯金しといていただいてね。これすぐ来ちゃう可能性があるんでね。2000人ぐらい一気にこう行く可能性があるんで。なんかただの 18K だとそんななんかこう、そう、18金かと思う。なんか大したことねえな。やっぱ24金でしょみたいに思ったでしょ。何がすごいのかなと思ったんですよ、ね、そう、あれわざとアホにはわからないようにああいう風にして、お利口さんは杉山さんすげえなってすぐわかるようにちゃんとこう、そうやっぱそういう風にしていかないとね。何でもかんでも分かりやすくていいと思うんじゃない世の中は。ね、分かりやすい方がいいと思ったりもしますけど、ね、だそれはアホを相手にしてる人はその方がいいかもしれないけど、ね、いつも言うように 3% の優秀な人間ね、世界中には 3% の、ね、優秀な人間がいるわけだから、この人たちはあとの 97% の人間からお金とか全てを奪い取ってっていうね、 3% にどうアプローチするかの問題を絶えず考えた言ったがいいんじゃないのっていうふうに僕は言ってるんだ。そうしないと 3% 入れませんよって。遅刻してるようじゃダメだってことです、ね、俺はそう思います。俺遅刻ってしたことないもん今まで。僕も今日初めて、うん、俺遅刻したことない。学校はもう毎日遅刻してましたけどね。実はこれ一緒の高校なんですよ。
実は6つ6ですか、そう6つ違って、おどうやらうちの弟と同級なんですよ。うちの弟もうちの高校なんで。そうそうそう。だから非常にこの子にだけは強く言えるという。多分地球上で一人唯一強く言える人間の可能性があるんでね。そんな。そう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 なんですよ、ね。今になっちゃう。そう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 。何ですよ、厳しいですからね。はい、世の中もね、ですからぜひ、あ、これでもほらキャスも、あ、2人のうち1人見てくださってますんでね、素晴らしいですね。これは今日からもしかしたらこのキャスもやるようになるかもしれませんから、これ僕あの全くこういうの分かってないんですけど、ね、大丈夫ですかね、分かってなくてもいいと思います、はいはいはい、遅刻さえしなければ、そうですね、やっぱり時間厳守でしょうね、まあ、僕ら信用がない人間が信用を作るのはやっぱり時間守るしかないんじゃないかなっていうふうに、ね、僕は思いますけれども知りませんけどね、よそはどういうねやり方であの信用を作ってらっしゃるのか僕は知りませんけど、ね、何も喋れなくなっちゃう、いやいやいや、いいですよ、今日何 か, なんかあのあ、まだ、告知があるんですか、まだ全然いいいいですよ、別に僕どうせ何も言うことないんだよ、何も話題もないし、本当ですか、もうすぐこんな告知でいいんですか、ああいうのもうじゃんじゃん告知、このあと 7時から、このあと7時からですかね、島田の方の、ああ島田コンクアロハ、ワロハさん、はい、はい、のところの7時からアロハ、8時ぐらいで、島木じゃなくて、あ、島木さんですかね、あ、にゲストで来られる、ああ、はい、そうですね、そんな人の話しちゃっていいの今先に、そうですよね、わかんねえけど、じゃあどういう打ち合わせになってるか知らないからさ、先言ってたらその時見た人さ、え、さっきそれ言う言ってたよみたいになってさ、なんかでも視聴率下がっちゃうんじゃない、大丈夫、チラシが届いてたらなんか告知みたいなそんな感じがあったんですけどね、わかんない、やめましょう、わかんない、どういう打ち合わせになってるのか、実はですね今月のじゃあすいません、あのね、に静岡西高のね歴史っていうのがあるわけですよ、もう三十何年間の西高の 10期生が一番バカってことですから、ね、10期生だからこれ以下はいないと思ってたよね、西高生の卒業生、ここが一番下の、結構 10期あの僕 の, あの YouTube 見てくれるんでね、僕だってすごいです、僕が4期生でしょ、でうちの弟10期生でしょ、でうちの長男坊が29期生で、次男坊がね32、3期生なんですよ、そううち西高しか行ってないですよ、頭良くないですけど、西高は頭いいですよ、じゃあ大体中ぐらいです、中大体ね、あの中ぐらいの人が来るんですけど、ただね一期生がものすごい優秀な方が、例えば有名な方います、一番有名な方はあのあそこ、カブラ屋の社長、カブラ屋って聞いたことあるけど、カブラ屋って、あのそう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 、いっぱい飲みあるでしょ、あの串揚げとかさ、焼き鳥とか80円とかで立ち飲み屋やってる、だって静岡だって2店舗あるじゃないですか、パルコの裏と、パルコの裏とね、もう一個はね、あそこのパチンコ屋、銀座パチンコ屋の裏のとこ、だからデンビルの一角のとこの裏に、あの2店舗あるじゃないですか、そう、あの社長が確かね、つくもさんって言ったかな、その方が1期生ですね、フードゲートっていう会社、フードゲートの社長さん、覚えておいて、フードゲートね、フードゲートカブラ屋、もうこの2つだけ覚えて帰ってくれれば、もう、ユーのことは忘れていただいても大丈夫なんで、あんまネタもない、ユー何も、もう何も、今日いなかったことにしてないけどね、そうしてもらえば、またこれからまた立ち直る機会があるかもしれないんでね、番組の名前決めてください、あ、そう、番組の名前、すみません、ちょっと一緒に決めてください、一緒には決めれないでしょ、僕、あんなおりこさんじゃないですか、適当なこと言えって言うんだったら、なんぼでも言いますけどね、あとあと歴史に残るのことなかなか難しいじゃないですかね、ああ、それか、始末パクって、シダーツハッピーとか、そんなじゃない、そう、今、そういう経験もできてるんでね、いいですね、そう、そうでもいいんですよ、別に。でもちょっと、後でボコボコにされるからね、あの、二人強烈なの来ますし、島だからね。ふざけた番組作んなみたいに。で、根圭さん聞いてらっしゃるんだよね、これ気をつけないと。根圭さん仕事しながら、この時間、あ、でも5時半かなと思った可能性がありますからね。5時再現やってないんで、もしかしたら聞いてないかもしれないけど、もしかしたら聞いてる可能性があるんですよ。そうですね。番組名をね、ぜひ。ユッピーの綺麗になりたい
そうですね、これは僕もう完全に確定なんですか？知らないですよ。俺は青木さんの方から聞いた分にはもうぜひ地球上の人間の痛みを取りたいから僕の冠番組をやらせてくださいってなんかメールが来たみたいな情報が流れてきたんで、すげえ、やっぱさすが10期生もバカじゃねえやついいんじゃねえかと思って期待してた俺が間違いだったみたいな、やっぱりバカだったみたいなね。まあ俺予想できてるからいいんですけど、こういうのはね。そう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 、だからそれだったらそれでね、せっかくなんでね、10期生もオリコンがいるってところを持ち上げていかないと僕らもバカにされる可能性があるんでね、卒業生としてもね、ぜひですから、でそれだったらそれでやっていけば面白いしねってことだし、そうですね、よろしくお願いします。番組は持ってた方がいいって。番組中にそんなこと面白いですね。だって番組持ったもん持ったもん勝ちだしね。ほいで、まあ、いつも青木さんとも俺話するけどさ、タイトルを先にパクっておかないと、パクるっていうか抑えておかないと、後から似たようなのやりたかったって言ってもさ、使えなくなっちゃうでしょって。でしょ、だって大体一緒でしょ、なんてもみもみ万歳とかそんな程度しかねえんだからさ、大体マッサージ系のやつの番組なんて言ったらさ、バカにしてます。そんなことないけど、大体考えること一緒でしょって。まあまあまあ、そうですよね。でしょ、はい、だから早めにそう、もうそうそう、でもね、バシッてもう真似できるもんならしてみろみたいなものを押さえておかないと、僕はもったいないんじゃないかなと思いますよ、これからの時代はね。だからだってここだっつうでしょ、もう YouTube クラブとかね、ね、こうバン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 ライブ配信してったりとかしちゃうと、本来だったら焼津 YouTube クラブで検索しないと引っかかんないものが YouTube クラブだけで引っかかっていっちゃうわけじゃん。そうでしょ、だって YouTube クラブなんてなんかみんな誰でもつけたそうじゃないですか。そうでしょ、アメリカ人だってなんかそういうのやりたいって思う可能性があるわけでしょ。だけどいくら検索したってさ、やる YouTube クラブから出てきちゃったらさ俺らはいいけどさそうでしょ、その他の人たちはさ、そうなるだろうし、で今みんな偉い人はちゃんとこう検索かけてみて、それでヒットしないような名前をつけるようにするだろうから、もう YouTube クラブって検索したらうちのがバババババって出たらさ、ああそれやめようっていうことになるわけでしょ。あと YouTube クラブ超える YouTube 番組のタイトルはないですね。でしょ、なかなかこれ超えるって難しいと僕は思いますからね、まあ、先につけたものが俺はそう思いますけども、今バシって言いたいんですけど、今の僕の心情的に今もうこの辺がもうしちゃめちゃなんで、ね、大丈夫アホなんだから忘れちゃいいわけだよな。よくそんなくだらないことは覚えてんだよね、うん、1分前ぐらいのことは覚えてんだよね。俺なんかすぐ忘れちゃうからね、アホだからね、もうすぐ忘れちゃう。羨ましい。そう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 、だから番組それもう今考えられない状況なんですよね。そうそう、わかんないよ。あ、ついてるって言ってましたよ。ほら、なんですか？もう一度チャンスをくださいとかですか？あ、すごいじゃないですか。いいじゃないですか。知らないところで。いいじゃないですか。だからちゃんとこうやって、どうせあんたはできそ作れそうもねえなと思って、こう優しい方がこうちゃんとね、いらっしゃる。いる世の中に優しい方がいる。いい方がいる。あとね、ここは学校の先生だからね。あ、そうですね。ね、そういうアホなが慣れてるんですよ、扱いがね。これで皆さんどういう風に話してくるんですか、これ。いや別に何もしてこないですけど。杉山さんどうやってどういう話してるんですか。僕は別にだって瞬発力だけで生きてるだけですから、何もね考えもなしに思いつきで口から出任せて人に言ってるだけですけど、ただやっぱ島田の方はね。しっかりてかだってやっぱりこう、いやあいつね、行ってまで恥かくわけいかねえべっていうふうにやっぱ思ってらっしゃるみたいで、やっぱちゃんとこうね、タイムスケジュール書いて、もう本当にもうテレビ局みたいな感じになってね。そうなんですか。そう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 、でちゃんと打ち合わせもちゃんとして来ますよ。だからこの間島木さん、先週か、島木さんが休みだからって言ってね、で僕と根慶さんと番組しなきゃなんなくなっちゃって、俺適当にやろうかと思ったけど、まさか柴木さんのね相手のとこ適当に当たってったら怒られると思って、前の日わざわざさ、あのイベントがあったんですよ、元気市って、島田の駅前のところのね、帯通りってところで、それで柴木さんとかね、いろんな方が出店してたんで、ガモバーガーとかもね、それでお会い、そこ行って
でそこも取材して、はい、そうでしょ、ここでしね、ここで根家さんの家まで行ってさ、コーヒーごちそうになって3時間ぐらいちゃんとね打ち合わせまでして、こうしたらさ朝電話かかってきてさ、うちの女房の友達がちょっと不幸があって自分の番組の時間には行けるんだけど早い時間はちょっと行けなくなっちゃったとか電話かかってきちゃってさ、朝1時にさなんとまあね、やっぱり世の中ね、僕みたいな人間は誰も助けてくれない一人でも大丈夫だろうという神様もあってですよ。そうそう、あ、そうだから結局健康勉強会やってたら、うん、そしたらおいち龍一さんっていうね、あの専門家がちょうどいらしてくださって、その時にちゃんとここでいろいろアドバイスしていただく番組ができたんでね、そうそうそう、よかったんですよ。だからやっぱり真面目にやってると神様は見捨てないんだなっていうねのを感じた、そので青春の一日のね出来事なんですけど、そうそうそう、ここだけの話、一世なんですけど優のここだけの話なんで、ね、そうそうそう、これは絶対言っちゃいけないって、あの根家さんにも口止めされたんですけど、後輩の可愛い後輩のために裏事情をちょっと今お話ししちゃったんですけど、そうだからね、ですからもう本当にまあそうやってねやってらっしゃる方もいますし、あとは石間さんみたいにね、困った時の石間テレビとかっつってね、石間 TV ってこういつも忙しいくせにここにいつも入り浸ってポンと穴が開いたらスッと入ってくださる方がいたりとか、まあそういうね、いろいろな方に支えられて支えられて支えられて、焼津 TV はね今巨大なメディアに育とうという。今何番組あるんですか？何番組あるんですか？12、3。あ、すごいね、13ですね。13日の金曜日みたいになってますけど、今日は関係ないですか？全然関係ないですね。全然関係ないですね。本当思いつけない。13しかあってない。そうですね。13ってはもう金曜日かなみたいな。まだ5時から飲みすぎ。ウイスキー飲んでないですよ。ウイスキーザラビンあったでしょ。コーヒーがあるってことは。あ、ウイスキーじゃなくて、あれありますよ。ワインありますよ。もし召し上がるようでしたら、赤ワインありますよ。チリのワインですけど。途中で飲まされて、もう残りの15分がボロボロになっちゃった、ね、セクシー前に前回の番組やりましたね、まあ、あれはみんな期待してると思います、いつまたセクシーが出るかみたいな感じ。楽しかったね、ヌヌヌヌ言うのよ。そうですね、なんでだろう、なんでだろう、脱ぎたいね、脱ぎたいんだったらもうさ、脱ぐ番組にする。あー、そうですね。そうそう、この時間からだと怒られるみたいな、ね、結構。あ、そう、橋本、あ、いや言ってる言ってる、だから誰か生番組だっけ。え、なんですか。なぜも言わなくて。そうです、大変ですかね、放送事故になります。そう、そういうのも気をつけていかないといけないですよね。そう、だから著作山さんなんかそういえば思いつきで言って失敗とかないんですか。全然ないですよ。失敗と思ってないで、ちゃんと著作権の問題があるんで、そういうのはちゃんと勉強してからやってねってことだけは言っておきますよ。あと音楽のもんがの問題があるんで、だから僕の配信は基本的には一切音楽なしでやるんです、うん、じゃないとつつかれた時に困るんで、言葉と音楽、うん、そうですね、だから著作権だけまず勉強した方がいいですよ、やるなら。あと時間、もうよくアナウンサー、まあ、前見聞けプロだからね、はい、テレビ局でねニュース番組行くのにね、はい、エレベーター使ったら怒られるって、あ、階段使えって、お前何があるのか、おーだ、途中でお前停電になったらどうすんだって、お前言われるっていう話が、本当か嘘か知りませんまあでもそのぐらいのと俺は思いますよ。やっぱ時間はやっぱりね、メディア関係は特にね、そうですね、そりゃそうだよ、俺はねメディア関係時間きっちりといてくれないと放送事故っていうわけにはいかないんでね、やっぱスポンサーがいるからね。だから前さ、市川さんってね、今日この間もあの YouTube クラブに来てくれた方がテレビ局に見学に行ったんです。でそうすると一人ね、もうじーっとその何番組配信中あるでしょ、時にそのコマーシャルがちゃんと入ってるかどうかをだけをチェックするって人がいるんだっていうわけですよ。でその人が要なんだよね。でみんなその人たちはみんな普通の人は番組を聞いてると思ってるじゃんね。でそんな感じでコマーシャルだけ聞いてるからなんだ、ただの親父だみたいに思うわけじゃんね。
でもどっちが大事かって言ったら的にはスポンサーの方が、そりゃそうだ、番組なんかどうでいいんだよテレビ局としてはそうって、そうそうでしょ、スポンサーの神様だもんそうです、でしょ、だからちゃんとスポンサーに金もらってるから、ちゃんとそれがコマーシャルって流れてるかどうかっていうのをきっちりチェックする人間を置いて、もし流してなくて金だけもらったらもう詐欺だからね。一回第一テレビなんか捕まったんよ、それで。そんなことは言っても大丈夫ですか。だって言ったっていいよ、本当のことだもん。で言っとかなきゃまたやる可能性もあるわけでしょって。ある一度あることは二度あるって言うんだよ。ね、あなたも今日自国したの生まれて初めてだったけど、一度あることは二度半であるって。わかる、ね、俺は一回もないもん、そんなことは。ね、もうゼロと1はもう全然違うよってことだと。わかる、ね、だから、ね、そういう問題が起きる可能性があるから、そのコマーシャルっていうものをジェーッとこうやって見てるって人がいるんでしょって。俺はそんなこと知らないからさ、へーとか思うけど、でもよくよく考えりゃそうだよね。金払ってるんでしょ、なんだうちのコマーシャル全然流れてねえじゃないかってことになればさ、そう怒るよね。金払ってんだからさそこだけしっかりやってくれてもそうだよね。だから番組はどうでもいいから、ちゃんとコマーシャルだけ流してくれてる話でしょ。そりゃそうだよね、だって時間帯によって金額も違うんだろうしさ、そうです ね、どういう話ですよ、そういうマスコミっていうところはね、はい、だからそういうね、ちゃんと意識を持った人もいれば、そうじゃない人もいるんでってことですね。ちょうどいい時間になってきたんじゃないですか。もう先輩にだいぶ助けていただきまして、ありがとうございました、本当に。じゃあ後で番組タイトルコールだけね、ちゃんと考えてもらって。タイトルコールは何、タイトルだけ後でちょっと一回じゃ覚えられないんで、後でちょっとメモを書いて、それから手にちょっと書いてマジック書いてね、そう、そうしていただいて、あんまり笑顔が引きずってますから今日、そうですからね、はい、じゃあそういう風に時間とね、そうですね、それだけはきっちり守って、そう、著作権の問題ね、ちょっと勉強してこれはちょっとね調べておかないと、知らなかったっていうわけにはガキがやってるわけじゃないんだよね、高校生とかね、まあ、4,50 の親でやってんだったらね、そのぐらいの知識と、そうそうそのぐらいはまずしてからやらないと。ちょっとまた来るの早かったっすね、じゃあね。なんで俺1時間ぐらい前からいたからね、俺はもう遅いぐらいで、ほんと3時頃が入ってってもらえたらそういうそうで、そりゃそればっかじゃないですか、それしかない。だってあちら あのゲストの方なんか場所がよくわからないんで早めに来ちゃいましたって、もう1時間ぐらい前に来てるでしょ。だってそれ普通ですよね、迷ったら困るだろうとか、行ったことないところでしたらね。そうじゃねえの、俺それ常識だと思うよ。もうそう、あの波でさ、あそこだったらすぐ分かってるしね、間に合うと思うからギリギリ来るわけでしょ。そんなもんじゃない、やっぱりしょっぱなからね、常識ある方はちゃんとね、30分1時間前にはね、そういう人が一番、俺は大事なんじゃないかなと思って、たまたまその日本もいらっしゃる。おい、今竹谷の間って何時からの番組なのって、5時半がそこにいるんでしょって、あの間に5時半じゃないよ、どう考えて何時なのってすいません、みんなそうやってやってるってこと、はい、アホみたいにやってるように思ってるけど、あなたは思ってね、俺が適当にさ放送事故になること適当に言ってると思ってるけど大間違いだよって、そんなことは思ってないですよ、俺はそうだけど、そうじゃない人も世の中にいっぱいいるよっていうことね。いや、それは今日いい勉強になりました、はい、よかったね、杉山さんのおかげで、そう本当に世の中も絶えずお勉強していただいてです ね、死ぬまで勉強なんでね、本当ですね、あの自分の仕事だけやってればいいっていうもんじゃないですね、そういうもんじゃないですね、今全ていろんなところにアンテナ張っていただいてですね、使えそうなのはピュッ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 ですね取り入れて、で自分のものにして、で対価になると、これが一番成功への近道になります。いい勉強になりました。じゃあそろそろ、はい、次のお番組はいいですか、変わっちゃって、はい、もう買って、あ、僕買って、いいですよいいですよ、買ってください、いやいやいや、まだいい、まだいい、前見とこう、前見どっち、こっちさんの前見どっちだ、こっちか、あ